こちら三田市消防本部、毎月第4木曜日のこの時間にお送りしています。この1ヶ月の火災救急状況と注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただいてます。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。今日は三田市消防本部予防課から増田さん、消防課から山門さんにお越しいただいてます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。今日12月25日、今年もあと1週間となってきましたけれども、ね、じゃあいつものようにまずは、救急首都圏数、こちらの方から、山門さんからお話しいただけますか。はい、よろしくお願いいたします。はい、わかりました。今年のですね、1月から昨日12月24日までの、はい、救急出動件数は、はい、三田市内ですと3486件となっていまして、はいはい、これは昨年の同じ日に集計した件数よりも54件の増加となっています。そうですか。はい、どういう件数が多くなってるんでしょうね。そうですね、主な増加の概略としましては、突然体調を崩される急病人がここ2ヶ月で急増したことです。あ、そうですか。はい、やっぱり一気に寒くなったっていうことも原因かもしれませんね。そうですね、はいはい、後にもお話をさせていただきますが、寒暖の差がからくるですね、免疫力の低下、はい、これが原因で急病人を増加させているものと思います。あ、なるほど、そうなんですね。はい、救急の方はいかがでしょうか。そうですね、はい、昨年、1年間の救急出動件数が、3499件、はい、1日平均にすると約9件でしたので。あ、1日およそ9件ですか。そうですね、はい、おそらく今年も昨年の件数を超えてくるものと予想しています。あ、そうなんですね。これからまたまた寒さが厳しくなっていきますのでね、はい、皆さんお気をつけいただきたいと思いますが、さあ今日はそういうことを踏まえてどんなお話をいただけますか。そうですね、今日は、インフルエンザの予防対策について少しお話ししようかなと思っております。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、まず1年を通じてですね、季節の変わり目というのは、はい、ちょっとしたことでもすぐに体調を崩しやすくなることが非常に多いんですが、そうですね、はい、それらは気温の変化に対して、はい、体がすぐには順応しないために、はい、起こるものだと考えられています。はいはい、ましてこの冬という寒い季節にはぐっと気温が下がるので、人の免疫力を大きく低下させる原因の一つにもなっています。はいはい、人の免疫力を低下させる原因というのはたくさんあるんですが、その中でも持病をお持ちの方、はい、それから睡眠不足の方、はい、あるいは忘年会などで過度な飲食が続いている方などは、体の免疫力が著しく低下していると思われます。はい、なるほど、つまりこの時期とても気をつけなきゃいけませんね。そういうことですね。はい、そんな方々へまるで待っていたかのように忍び寄ってきて体の中へと入ってくるのがインフルエンザウイルスなんです。なるほど、はい、皆様よくご存知だとは思うんですが、インフルエンザウイルスというのは、はい、非常に感染力が強くて、ひとたび発症すると次々に周りの方々へ広がって猛威を振るっていきます。そうですね、はい、インフルエンザウイルスに感染した場合はですね、1日から3日間の潜伏期間、はい、これを得た後に症状が発症してきます。はいはい、その症状には、突然の38度以上の高熱、体のだるさ、はい、食欲不振、はい、そういった全身症状が強く現れます。じゃあまずは突然の38度以上の高熱とか、体が本当にこうだるいとか、もう食欲がないという、体の症状がまず全体としての症状が現れてくるということですね。そうですね、はい、そしてですね、それの症状にやや遅れまして、咳、それから喉の痛み、鼻水、なるほど、こういった呼吸器系の症状がですね、現れたり、あと腹痛ですね、お腹痛、
吐き気、はい、そういった消化器系の症状も現れたりする場合がありますね。ということは割とこう風邪というのはちょっと喉が痛いわとか咳が出てきた、鼻水がちょっと出るっていうのは風邪の初期症状ですけども、インフルエンザの場合はもう高熱、体全体がだるいっていう、そちらが先というふうに覚えておけば良さそうですね。そうですね、多くはそう、聞いておりますね。はい、はい、関西ではですね、まだインフルエンザが大流行しているという情報は今のところは入っておりませんけれども、これからが流行本番の時期になりますので、先ほどお話をさせていただきました症状ですね、こちらの方ご自身が自覚されたり、ご家族の中にいらっしゃった場合には、すぐに医療機関への受診をお願いします。とにかく感染率が高いということですのでね。そうですね、強いですね、はい、またこれから年末年始にかけて、お休みをされる医療機関が増えてきますので、近隣の医療機関での受診が非常に難しくなることが予想されます。すでに体調が思わしくないなと自覚されている方は、お早めにかかりつけの医療機関を受診いただきまして、年末年始の体調管理についてご相談されることをお勧めします。とにかく早めに、この年末年始はお休みが続いていきますのでね、対策を考えていただきたいんですが、予防対策もぜひこの機会にお伺いしたいですね。そうですね、大きく5つほどあるんですが、まず1つ目としては、できるだけ早いうちに予防接種を受けるようにしてください。2つ目に、手洗いうがいはしっかりとしてください、そして3つ目、これ外出時には、マスクをできるだけ着用するようにしてください。つけていると暖かいのもありますからね、そうですね、今たくさんの、マスクの種類が出ておりまして、非常に、効果が高いものと、よく言われておりますので、ぜひ着用をお願いしたいなと思います。そして4つ目、これはお部屋の温度なんですが、エアコンを、ついつい寒いのでね、焚いちゃうんですけれども、焚くだけではなくてですね、湿度の方もしっかりと管理するようにしてくださいね、乾燥をできるだけ避けていただくということです。そして最後に、栄養と睡眠をしっかりととって、この免疫力というものをですね、落とさないようにしてください。睡眠はかなり大きな味方になりますね。そうですね、ついつい夜更かしをしてしまう時期がずっと続いてきますけども、ぜひインフルエンザ予防のためにも、栄養と睡眠で免疫力を落とさないようにというのが最後の5つ目ということですね。そうですね、ここまではじゃあ消防課の山門さんにお話を伺いしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは続いて今度は予防課の増田さんに、今日はどんな話題をご紹介いただけるんでしょうか。一応年末の特別警戒の、主な概略と、防火ポスターとか、防火ポスターと、標語のコンクールをちょっと小学校の4年生対象に行いますので、その辺の、お知らせをさせていただこうかなと思います。じゃあまずは年末特別警戒体制、このお話からですね、お願いいたします。年末特別警戒を、第1次の年末特別警戒と、第2次の年末特別警戒、2つに、分けさせていただいているんです。じゃあまずは第1次の方からご紹介いただけますか。第1次の方が、12月の15日、月曜日から25日、今日までですね、今日の木曜日までを第1次ということで、消防車両がこう赤い車がちょっとこう、赤色と赤いの回して、皆さん火の元気をつけてくださいよというふうな広報なんかを行ったりですね、立ち入り検査ということで、私どもがちょっと大きな、商業施設とか、物品販売店舗とかっていったところに、立ち入り検査に、お伺いをしているのが大体第一次特別警戒というものなんです。そうなんですね、人がたくさん集まる場所に行かれたというか、今日まで第一次ということですか。わかりました。そして次が第二次になりますか。第二次特別警戒が明日から、明日から、30日の火曜日まで、5日間ということで、第二次年末特別警戒として、時間がですね、これが20時
夜の8時から、はい24時、ちょうど深夜0時までですね、消防団の、市内の705名ですか、はい、の皆さんが、市内各地の消防団の器具庫に、詰められまして、待機して、その時間帯にまた消防団のお車があるんですけども、その車で同じような形でこう防火工法に継承っていうのをカンカンとかっていうのを鳴らしながら、はいはい、赤いのを回しながら、パトロール防火パトロールを、行うんですね。そうなんですね。夜の8時から、はい、そうなんです、深夜12時まで。大変ですね。寒い中皆さん、そうですね、はい、30日まで、はい、そうなんですね。年の押してまった最後の最後までちょっと、そうですね、頑張っていただくんです。はい、はい、その中でですね、28日の日曜日なんですけども、ちょうどあの26日から30日の真ん中の中日になるんですが、はい、はい、28日にあの竹内市長、はい、あとあの前中あの市議会議長様や、はい、三田の警察署長、はい、あと、三田市の消防団の団長、副団長が3名、はい、あと消防本部の消防長、はい、次長、それと、消防署の署長の10名で、はい、その、警備警戒に当たっておられる団員さんに対してですね、あの激励の巡視を市内に、はいはい、10名なんですが、それはあの5名5名の団に分かれていただいて、で、市内巡視を大体行うということが、特別警戒の中で、はいはい、私ども巡視と言っておるんですけども、そうなんですね、はい、させていただいています。はい、それが今ご紹介いただいたのが第2次年末特別警戒の内容、はい、ということですね。そうなんです、はい、その他はいかがですか。そうですね、あのもう、その先ほど言ってたあの予防課の立ち入り検査っていう部分なんですけれども、はい、あの今回は12月の22日の月曜日に、はい、1日かけてさせていただきました。これはあの消防庁もあの一緒に、まあ、回っていただいて、消防の設備がちゃんと維持管理されてますかとかですね、あの防火扉の前に、あの物品とか物が置いてないですかねっていうのは、そのあたりのチェックをですね、させていただくいただいたんですけども、はい、もう終わっちゃったんですが、午前中が、三田市の川上のドンキホーテ三田店さんにお伺いしまして、はい、午後はあのこのハニーFMさんのされてる、あ、はい、あのフローラ88さんの方をちょっとあの回らせていただいたんです。はい、結果はいかがだったんでしょうね。特にあの問題もなく、はい、はい、良好ということで、はい、じゃあ皆さん安心してお買い物をしていただける環境だったということですね。はい、問題なしです。はい、じゃあ安心してこれからあと1週間、お正月に向けてのお買い物、それからまたお友達とご一緒にお買い物、そういう中では安心していただけるということでしたね。はい、はい、ありがとうございます。それでは年末特別警戒に続いては、先ほど確か防火ポスターとおっしゃってましたね。はい、そうなんです。こちらのお話じゃ続いてお願いしてよろしいでしょうか。はい、ですね、防火ポスターが今回で一応30回目ということで。そうなんですね。はい、これがですね、一応小学校4年生対象ということで、はい、火災が発生しやすい時期ね、冬場っていうところで、児童の皆さんが学校とか家庭で防火について考えてもらえる機会を作ろうじゃないかと、はい、それであの防火意識が高められるのがいいじゃないかということで、させていただいてます。はい、で途中から防火標語というのも作りましてですね、それが18回目になってくるんですね。はい、あ、そうですか。はい、今日がちょうど終業式ということなんですけども、そうですね、それまでに、市内の小学校4年生対象で、市内20校ある学校に対して、はい、こういったあの防火ポスターまたあのコンクールしますので、よかったら、ポスター作って、年明けにお持ちくださいというふうな案内文を、はいはい、小学校さんに送らせていただいております。はいはい、でまた冬休みの宿題っていうかな感じで、はい、作っていただいてですね、はい、で
はい、年明けにまた審査を行うんですが、そうなんですね、はいはい、毎年感心させられるポスターたくさんありますね。兵庫もそうなんですけども、すごいですね皆さん ね、4年生というのは、はい、そこまでこう考える力も表現力もあるんだなっていつも感心させられるんですけれども、そうですね、子どもの発想力ってすごいですよねそうですね、はい、私どもの想像よりもはるかにも上回っているような、まだ頭が本当に柔らかいですから楽しみですね。じゃあ今年も、はい、はいはい、で去年でしたら僕はポスターが513点、そうなんですね、はい、いただいてまして、はい、たくさんありましたね、はい、兵庫の方はもっと多くて862点、はい、はい、ということで、この辺のまたコンクール自体は、1月の26日の月曜日に、はい、はい、予防課の方主催で、教育委員会の方からちょっと、はい、関係者の方に、審査のアドバイスに来ていただきまして、はい、消防庁、消防団長、はい、防火安全協会、はい、長という、3人の、長が来ていただいて、それぞれの、賞をまず3つ作るという形ですね、はい、その後入選ということで5点、佳作ということで10点、はい、それがそれぞれのポスターと標語のそれぞれについてきますので、はい、1部門でだいたい18点ずつ36名の方が、そうなんですね、はい、入選されてきます。あ、そうですか、はい、これも晴れやかな表彰なども行われるんでしょうね。あ、そうですね、この表彰式の方がですね、その翌月の2月の12日の木曜日に、また本人様来ていただいて、賞状をお渡しして、はい、ちょっと、マスコミの方にもちょっと来ていただいてですね、表彰式を、はい、させていただく予定です、はいはい、そして毎年確かこのフローラのスタジオの前に、はい、そうなんです、展示をされますよね。そうなんです。今年もありますか、今回も、はい、また今回もご無理を言いましてですね、2月の18日の水曜日から、はい、3月の3日の火曜日まで、2週間14日間の予定で、はいはい、このギャラリーっていうんですかね、こちら、そうですね、はい、スタジオ前のギャラリーで、はい、こちらの方にまた私どもが張り出しに来させていただきます。そうなんですね、本当にねたくさんの方が興味を持ってご覧になって、そうなんです、ね、中には多分そのご本人のご家族皆さんが記念撮影をされたり、お友達のを見つけて、はい、みんなをこう呼んできてほらほらとおっしゃったりで、かなりね皆さん注目度が高いですので、それはありがたいですね、防火意識が高まると思うんで、そうですね、はいはいはい、その中でちょっとまた一つなんですけど、防火安全協会長賞っていうところは、ポスターをまた防火安全協会という協会があるんです、はい、そちらの方で、カレンダーを、次年度のカレンダーを作成するその、はい、なんというんですか、デザインに、そうなんです、デザインになって、標語もなってという形で、すごいですね、はい、またこちらの方とかでも、消防本部でも張り出しをさせていただいて、これはまた思い出になりますね、と思います、はい、まあ、これはそれぞれに頑張って冬休みに宿題に出ていらっしゃる4年生の皆さん方、それぞれ学校によってまたね違うかもしれませんが、はい、学年単位ですとかクラス単位とか、いろんなやり方が、されてるみたいなので、はい、どういう形かはちょっと私ども存じ上げないんですけれども、はい、ぜひお考えいただきたいと思います、はい、ちょっと例年の様子などもお伺いしたいです。どんな標語がありますか、はい、そうですね、昨年の、防火標語としては、はい、消防庁庁がコンセント埃積もれば火事となる。あ、なるほどね、はい、これが広野小学校の松浦和樹さんという方、そうですか、はい、よくでもこのコンセントの埃で火事という最近ですよね、このよく言われるようになった。そうですね、やっぱりトラッキング現象っていうんですか、はい、やはりね埃と油分とか乾燥すると、それが元で発火の原因になってしまうということで、はい、その、ね、すごい深いところにポイントを当てられているのがすごいなと。そうですね、はい、思いますね。コンセント埃積もれば火事となる、はい、広野小学校の松浦和樹さんの、はい、標語、これが消防庁賞だったんですね、はいはい、あと防火安全協会長賞ということで、はい、目指そうよ三田の町が火災ゼロ。あ、これは、はい、
三田小学校の市議カノンさんという方の標語で、はい、こちらの方がその防火ポスターのカレンダーの中に文言として入れさせていただく、そうなんですね、はい、目指そうよ三田の町が火災ゼロ、はい、三田小学校の市議カノンさんの、この標語、はい、これも本当に一言でスパッと、ね、いけてますね、きれいに表現してますよね、そうですね、はい、目指そうよってこちらの気持ちをパッとキャッチして、はい、コマーシャルも作れそうな感じがしますね、ね、ね、はい、続いては、はい、もう一つ、消防団長賞ということで、はい、消火よし指差し点検もう一度、はい、ということで、はい、富士小学校の円谷隆平さん、わこれもまた本当に素晴らしい動作が伴ってイメージできるの で、ね、これもいい標語ですね、でもしかしたらあの消防職員とか JR の職員の方のご子息かもしれないですね、あ、なるほど、紹介をし指差し点検もう一度、はい、実はあの私いつも家を出てくるときには、はい、よしよしよしとあのというのはね、やっぱり行動を伴わないと覚えてないんですよね、車に乗った途端にスイッチ切ったかなとかね、すごい気になるので鍵かけたかなとか、ね、だから声を出して指を指すという2つの行動がくっついてるとなんとかいいですね、思い出しますので、素晴らしいですね、いえいえいえ、やっぱりあのうっかりしたことでね火事になるというのは自分だけではなく周りの皆さんにもご迷惑かけますので ね、はい、じゃあそのあたりもこうイメージしながら書かれたんでしょうかね、考えられたんでしょうね、消火よし指差し点検もう一度、これは富士小学校円谷隆平さんの、はい、標語ということですね、 そうですね、はいはい、それ以外にも、1年間、年度なんですが平成26年度1年間の、全国の統一の防火標語というのがありまして、はい、そちらの方があのよく皆さんポスターの、 あの女性の方が出てて、そこに一文入ってるかと思うんですが、はい、そちらの方が、もういいかい、火を消すまではまだだよ、あ、はい、っていうなんかこう見覚えがあります、まだだよの言葉が、はい、これがもういいかい、火を消すまではまだだよ、はい、これが、平成26年の全国の統一の防火標語ということで、はい、あちらこちらで多分あの、物販店とかちょこっとポスターを見にされましたら、はいね、はい、こんなあの文言を 見られたことがあるかもしれないですね、はい、これもすごく親しみを込めた、ねね、言葉ですので、はい、かくれんぼと掛け合わせた標語ですね、ですね、はい、これはまたあの次年度の募集を、多分年明けぐらいだったと思うんですけど、あ、全国、はい、あの消防の方のホームページ見ていただくと多分出てくると思います、そうなんです、今回とはまた別の応募になるわけですか、三田だけじゃ、私もやってるのは三田だけなんですけど、はい、全国っていうのはまたあの全国の消防協会なりが、そうなんですね、三田で代表で全国に出すのではなくて、はい、そうなんです、あくまでも個別に、あ、そうですか、はい、はい、全国統一標語というのは個別だそうですから、はい、また出されてもいいかと思います、ね、そうです、もちろん重なってはいけない、新しいものを出さなきゃいけないですね、全国の分はと過去の分がずっと10年とか残ってますので、はい、そこと重なるとちょっと他の方になってしまう可能性はありますけど、ね、で3だと同じものを出すのもそれは多分問題ないと思うんですが、あ、そうなんですか、はい、はい、だそうですから、はい、そうだけなので、はい、わかりました、はいはい、その他もまだありますか、一応あのもう一つ、危険物 の安全週間というのが6月の第2日曜から1週間あるんですけども、その時にまた標語がありまして、それが、危険物、読みはまっすぐゼロ災害、これ子どもさんが作られたんですか、一般の方ですか、ちょっとわからないんですけれども、あ、そうですか、これあの、北野武さんのお兄さんとかがあの審査委員で、はい、決められた中で、これもポスター配布させてもらったんですけど、森田理香子さんって、プロゴルファーの、ご存知ですかね、その方がこうパターでこうグリーンをこうラインを読んでる、それ の、 あの文言でこれが選ばれたのです、そうなんですね、余計にこの読みはまっすぐというところがそのポスターと一致して、ゴルフのラインを読むというような形でですね、そうなんですね、はい、それぞれにやはりあの防火意識を高めるためのあの形でもありますし、考えるのも楽しいですのでね、と思いますね、はい、はい、分かりました、その他いかがですか、今日ご紹介いただく特にトピックスなどは、以上ご紹介いただいた内容で、はい、
回はそれぐらいでも、はいはい、特に目新しいことはないと思うんですけど、そうですか、はい、わかりました。今日はまずは、救急出動件数について、予防課の失礼しました消防課の山門さんから、そして年末特別警戒の実施の内容と防火ポスター防火標語については、予防課の増田さんにお話を伺いしました、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。この時間はこちら三田市消防本部をお送りしました。こちら三田市消防本部では火災救急状況と注意点、またタイムリーな話題ご紹介いただいております。皆さんの日頃からの防災知識としてぜひ参考になさってください。次は1月22日の木曜日午後3時10分からお送りしますので、次回もぜひお聞きください。